クロージング1マインドセット背中を押すはいこんにちは島田です、えー、今日はですねちょっとクロージングに関して、えー、お話し,していきたいなっていうことで、えー、今日明日明後日でね、えー、ちょっとクロージングを考えてみて いいきたいなっていうことで、まあ、第1話ということで、えー、まずクロージングに関しての考え方なんですけど、えー、最近ねこう営業動向とかしててクロージングができる営業マンってほとんど 見かけてないんですね、えー、ほとんどの営業がクロージングらしいクロージングができねえということでなんでだろうってこう考えてみるとですね、えー、例えば私がやってた業界って、まあ、電話屋さんなんですけど飛び込み即決が基本なんですよ。こんちゃって入ったらもうその場で決済者捕まえたら必ず契約書まで書いてもらうと。 いうことをしてたんですね、まあ、これはすごくある意味合理的なんですけど結局契約って何なのかっていうと感情なんで感情が高ぶった時高ぶった時にクローズして契約決め込むっていうのが一番手っ取り早いんですよね。ところがまあ今はほとんどどっちかっていうと提案書をたちゃんとお出しするとかねそういったふうに切り替わって てきてるんですね、えーまあ、私がね、えー、営業同行してるのが事務機屋さんとか文具屋さんが多いのも影響してるのかなと思うんですけど即決営業をやってないとクロージングってあんまり身につかないのかなって最近 <laughs> 感じております。えー、ということで即、えー、決営業じゃなくてもこのクロージングがすごく重要なんだと。 ということをぜひぜひ、ね、皆さん、えー、頭に置いて営業活動をやっていただきたいなということでまずクロージングがなぜ重要なのかというのとクロージングを、まあ、やるというかクロージングができるようになる前に、えー、マインドセットですねこれが重要なんだっていう。 今日はこの2つのつお話をします、えー、まず1つ目のクロージングがなぜ重要なのっていう話なんですけど、えー、これはですね人間は判断したくない動物なんだというのを <laughs> ぜひぜひね皆さん営業をやる人は頭に置いといてほしいんですよね。えー、判断したがりません。 判断したがらない人を判断させるのが我々営業なんですね。ということはどうするのっていうとポーンって背中を押してあげる必要があるよっていうことなんですね。 我々がやってるクロージングっていう手法なんだよっていうことで、えー、判断したがらない動物を判断させるために背中を押すことが、えー、クロージングなんだっていうのをまず頭に置いてほしいんですね、えー、次にマインドセットなんですけど皆さんが扱ってる商品、商材 えーまあ、いろんなサービスとかもあると思うんですけどこれが世のため人のため、えー、非常に重要なものなんだ、えーまあ、契約が当たり前っていうね、えー、契約が正義であるっていうところまであなた自身がマインドセットしてないとこのクロージングっていうのは非常に弱くなるというか。 やりたがらなかったりできなかったりするんですね。そういった心の持ちをあなたが扱っている商品、商材が非常にいいもので、世のため、人のためになるものだって、心底、あなた自身が思っていれば、クロージングっていうのは非常にやりやすいんですね。これは、えー、とクロージングっていうのをね、ちょこっとだけ説明すると、 最後の最後にやるのがクロージングじゃないんですね。話し方すべて含めてクロージングなんで、えー、まずそのマインドセットがきちっとできてないと、クロージング自体がうまくいかないよっていうことで、まず今日は2つですね、クロージングっていうのは背中を押すものであるというのと、マインドセットがすごく重要なんだと。 これを覚えておいてください。終わります。